はい。それでは、10月8日の3問に入っていきます。まず、借地借屋法ですね。建物所有者 A と借屋人 B の間の借屋契約において、期間の定めがない場合、A は B に対して正当な自由がある時に限り、解約を申し入れることができる。丸か罰かという問題ですね。この問題ちょっと考えたいという方は、動画一旦ストップしていただいて、下の概要欄から内容を確認していただければと思います。 で、まず、借家人っていうのは、まあ、借り主ですね。借りている方です。賃借人という言い方もします。で、借家契約。これ、建物の賃貸借契約って考えていただければ大丈夫です。例えば、アパートを借りたりとか、マンションを借りたりとか。まあ、そういった場合の契約って話ですね。で、期間の定めがないっていうのは、いわゆる契約期間を定めていないということです。通常は、だいたい2年とかで定める場合が多いんですね。ただ、そういった期限を今回は定めていませんよと。 いうことなんですね。でそういった場合、A、つまり建物所有者、貸主ですね。貸主 A は借り主に対して正当な自由がある時に限り、解約を申し入れることができる。丸か×かということで、これは丸ですね。期間の定めのない建物の賃貸借契約については、え各当事者、これ、貸主、借り主、つまり A、B、二人ともです。どちらも、いつでも解約を申し入れできるんですね。 つまり、えー、借り主であったとしても、貸主であったとしても、いつでも解約させてくださいって、えー、言うことができるって話なんですよ。ただし、えー、借り主、まあ、家主、これオーナーですよね。貸主ですね。については、正当自由があると認められる場合でなければ、解約の申し入れをすることができません。つまり、正当な自由がないという場合は、解約の申し入れできないんですね。これは貸主側ですよ。 借り主は別に正当な自由がなかったとしてもいいんですけども、貸主については正当自由が必要だと、まあ、いうことです。で、正当自由がどんなものかについては、すいません、ちょっと今回は省略させていただきます。ちょっと個別指導ではね、お伝えはしますけれども、まあ、今回は、えー、ちょっと省略させていただきます。で、期間の定めのない建物の賃貸宿のポイントなんですけれども、今言ったように、え、賃貸に、まあ、貸主ですね、えー、および借り主っていうのは、いつでも解約の申し入れができますよ。 賃貸人、貸主からの解約の申し入れの場合は、解約を申し入れしてから6ヶ月経過することによって、賃貸借契約は終了しますよ。ただし、この際ですね、解約の申し入れの際、賃貸人、貸主からの解約については、正当自由が必要ですよ。っていうことなんですね。今今回2つちょっとポイントを並べたんですけども、実はもう2つ。 ポイントがあるんですね。で、これについては今年の試験が、えー、終わった後から開講させていただきます。個別指導の中でお伝えさせていただきます、えー。まず、まあ、無料の読者さんについてはこの2つですね。についてはちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて問い2ですね。媒、え、介、ー、契約の話になります。宅建業者 A が B 所有地の売買の媒介の,の依頼を受け、B と1000人媒介契約を締結した。 宅検業者 A は B の申し出に基づいて契約の有効期間を6か月とする旨の特約をしたときでもその期間は3か月となる、丸か×かという問題ですね。で、この問題考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、下の概要欄から問題文をご覧ください。まずこの問題文の6月なんですよね、まあ、3月もそうですね、これは6か月、3か月という意味です。 宅建試験では、まあ、このように出てくる場合もありますので、6月とか3月って出てたら、あ、これは6ヶ月なんだ、3ヶ月なんだと、まあ、理解していただければと思います。で、今回、まあ、問題文には書いてないんですけども、状況としては、売り主が B さんで、まあ、B さんが自分の土地売りたいということで、宅建業者 A さんにちょっと買い主探してっていうふうに、まあ、依頼をしてるわけなんですよ。で、AB 間で1000人媒介契約を締結したというような内容なんですね。 で、この状況で、この媒介契約の有効期間、まあ、契約期間って考えてもらってもいいです。それを6ヶ月って定めたんだけれども、この期間っていうのは3ヶ月になる。丸か罰かという問題なんですね。で、え答えは丸です。1000人媒介契約の有効期間、契約期間っていうのは、最大で3ヶ月なんですね。それより長い期間で特約をしたとしても、3ヶ月に短縮されちゃうんですよ。 で、このルールっていうのはお客様を保護するためなんですね。で、この場合お客さんっていうのは依頼者です。つまり売り主側ですね。B さんのことを言います。B さんを守るために3ヶ月に短縮されますよ。っていうふうなルールにしてるんですよ。で、これなぜかというと、千人媒介契約を締結して、この宅建業者 A、媒介業者 A ですね、がしっかり募集活動をしなかった場合、依頼者である売り主 B さんは困るんですよ。 もし契約期間1年とか2年とかにしてですね、この媒介業者が全然働かないとなってくると、1年2年ずっと売れないわけなんですよね。そしたら依頼者困りますよね。売り主は困るわけです。でも、3ヶ月っていう規定があれば、最大3ヶ月っていう規定があれば、3ヶ月経過した時点で違う業者に変えることができるわけですよ。だから、専任人媒介契約の有効期間っていうのは、最大で3ヶ月っていうルールにしてるわけなんですね。 でこれは専属専任0 0媒介契約も同じなんです。最大で3ヶ月です。でこれは専属専任0 0媒介契約および、えー、専任0 0媒介契約の特徴でもある媒介業者は1社しか契約できないっていうルールなんですよ。1000人媒介契約と専属専任0 0媒介契約っていうのは。だから契約期間、有効期間を定めたらその期間っていうのは他の業者に頼めないんですね。だから3ヶ月って決めてるわけです。 一方で、一般媒介契約っていうのは、この有効期間、契約期間のルールってないんですよ。だから1年でも2年でも、えー、全然問題ないんですね。で、その理由っていうのは、一般媒介契約は、専属専任とか1000人媒介とは違うんですよ。何が違うかっていうと、他の業者に自由に頼めるんですね。例えば、A 社さんと媒介契約を締結して、A 社がえちゃんとやってくれないと。その場合、B 社さんと媒介契約を締結することができるんですよ。 つまり、一般媒介契約っていうのは、A 社ともできるし、B 社ともできるし、C 社ともできるんですね。何社でもいいんですけども、複数の業者と媒介契約ができるっていうのが一般媒介契約なんですよ。一般媒介の性質上、その部分については保護されているっていうことなんですよ。一社がちゃんと仕事しなかったとしても、別の業者とね、媒介契約締結することによって、別の業者が買い主探してくれるわけじゃないですか。 だから、まあ、その点、一般媒介契約っていうのは、千人媒介契約と違ってえ、保護されていると。だから、有効期間っていうのは別に、えー、最大3ヶ月って定める必要がないんだと、と、まあ、いうことなんですね。まあ、このようにですね、一つ一つ理解しながら学習を進めると、忘れにくくなるし、応用力もやっぱついてくるんですよね。で、丸暗記学習だと、やっぱり実力って上がってこないんですよ。えー、なぜなら、もう何回勉強しても復習しても忘れてしまうんですよね。 まあもちろんね、丸暗記で勉強する部分もあるんですけども、理解して勉強しなければいけない部分はちゃんと理解をするってところがやっぱり必要なんですよ。で、今回の問題については絶対に理解しておかないといけない部分です。引っ掛け問題もやっぱたくさん出てきますので、引っ掛け問題すべてをね、覚えるって言っても、大体、卓研試験っていうのは新しい引っ掛け問題作ってきたりするので、そうすると解けなくなっちゃうんですよね。だからちゃんと本質を理解するってところが重要になってきます。本質を理解していたら、どんな引っ掛け問題が出ても解けますので、 だからこそ合格するために理解学習をしていただきたいわけなんですね。で、続いて都市計画法についてです。区域区分は指定都市、中核市の え、区域の全部または、えー、一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている丸か罰かという問題ですね。まあ、これも考えたい方は一旦ストップして、下の概要欄から問題文をご確認ください。まあ、指定都市とか中核市っていうのは比較的大きな都市です。まあ、横浜とか名古屋とか仙台とか、まあ、そういった大きな都市というイメージです。で、この問題については指定都市とか中核市とかわからなくても、まあ、全然問題ないんですけども、まあ、ポイントとしては、 区域区分は都市計画区域には必ず定めるものとされている丸か罰かという話なんですよ。で、これ答えはツです。都市計画区域については必要があるときに市街化区域だったり市街化調整区域との区分を定めることができるんですね。で、この分けることを区域区分っていうわけなんですよ。で、必ず区域区分を定めるっていうのはどういうことかっていうと、例えばこの画面全体を 都市計画区域だと仮定しましまょう。ある一部を市街化区域で残りは全て市街化調整区域にしなさいよっていうふうな形だとこれは必ず区域区分を定めたってことになるんですねつまりこの都市計画区域の中である1点を定めた時にそこは必ず市街化区域か市街化調整区域かって決まってるって話なんですよこの場合だと 例えば、ここは市街化調整区域。ここは市街化区域。ここは市街化調整区域。つまり、どっちかに絶対定められているっていう話なんですね。これが必ず定めなければいけないっていう意味なんですよ。しかし、ルールはどうなってるかっていうと、都市計画区域について、必要があるときにどっちか定めたらいいって話なんですよ。言い換えると、必要がなければ、どちらも定めなくてもいいですよっていう話です。つまり、市街化、ここを市街化区域としました。 で、その周り、まあ、この辺りを市街化調整区域にしました。で、その他の部分、この辺ですよね。この辺はどっちも定めません。これもありですよってことなんです。なぜならここは必要がないからなんです。だから必要がないからこの辺りは区域区分定めてませんよ。つまり、市街化区域も市街化調整区域も定めていませんよって話なんですね。だから問題文の区域区分は都市計画区域には必ず定めるっていう記述は誤りだということなんですね。 で、先ほども言った通り、区域区分っていうのは、市街化区域と市街化調整区域に分けることを言って、区域区分が定められていないところを、非線引き都市計画区域って言うんだということですね。先ほどの具体例で言うと、ま、このあたり市街化区域にして、その周りを市街化調整区域にして、ここは、このあたりは全然定めませんよって言いましたよね。で、このあたりは市街化区域にも、市街化調整区域にも定めないといった、ここが、非線引き都市計画区域だということになります。 ま、この都市計画法ってあまり慣れないと思うんですけれども、まあ、言葉をですね、ある程度、あの、ちゃんと理解をしていけば、 ま、解けるようになってきます。なので、言葉をちゃんと理解をしていくっていうところが、ま、重要ですね。まあ、今回で言うと、この区域区分ですね。区域区分っていうのは、市街化区域と市街化調整区域に分けることなんだっていうことを、まずここではね、頭に入れる。まあ、個別授業では、この市街化区域とか、市街化調整区域がどんな区域なのかっていうところもお伝えをしてるんですけども、まあ、今回ちょっと無料なので、まあ、このあたりはですね、自分自身で調べていただいて、イメージしていただければと思います。 ま、こういった言葉の意味っていうものをちゃんと理解をしていくっていうことで、法令上の制限もある程度イメージできたりするんですよね。で、そうすると点数取りやすくなってきます。で、法令上の制限っていうのは引っ掛け問題も単純なんですよ。だから、点数って取りやすいんですね。なので、まあ、法令上の制限っていうのはしっかり勉強していきましょう。試験まであと少しですが、諦めずに頑張っていきましょう。レトスの小野でした。